はいどうも、てるです。本日は値下げ速報動画になります。ユニクロは毎週火曜日に一部のアイテムの値下げを行っています。先週は値下げの本気が感じられなかった週でしたが、今週は7月セールの本気が感じられるのかが気になります。ただもう今の段階でもかなり安いので、これ以上底を掘る値下げが来るのかどうかですね。プロユニクロアの私の予想では、今週木曜日にある期間限定価格が熱いと思っています。木曜日の20時からライブステーションで夏物セール特集がありますし、木曜日から4連休でオリンピックも開催されます。その木曜日の前哨戦となる本日火曜日の通常値下げはどうなるのか見ていきましょう。ユニクロの値下げ品をいち早く知りたい方は、ぜひ私のインスタの登録をおすすめします。本日も朝8時頃に発信をしましたが、私が気がついた時にストーリーで情報を流しているので、比較的早く値下げ品を知ることができます。オンラインの在庫の情報は7月20日朝9時の在庫状況です。今回の値下げで人気アイテム、人気カラーは売り切れると思いますので、在庫状況に気をつけてください。今回紹介する値下げ品はオンライン店舗でも同じ金額になっていますので、オンラインで売り切れていても店舗で探せば見つかる可能性があります。また今回紹介するアイテムは下の概要欄に URL を載せていますので、簡単にオンラインストアにアクセスできます。それでは今週の値下げアイテムをピックアップして見ていきましょう。まずはこちら、プラス J ストレッチスーピマコットンティーノースリーブです。定価1500円が500円の1000円の値下げです。カラーが6色展開で豊富にあります。オンラインストアでは若干在庫があります。細番手のスーピマコットンを特殊防石したハイゲージのストレッチジャージー素材を使用。薄くて軽く抜群のストレッチ性があるので、ボディラインに綺麗にフィットして心地いい。驚くほどの着心地の良さを体感できる1枚。レイヤードアイテムとして裾からカラーを少し覗かせると着こなしの幅が広がる。1枚で着ればよりカッティングの美しさが際立つアイテムです。メンズ紙 T シャツのレディースノースリーブバージョンが火曜日の値下げで税込み500円になりました。カラー展開が全く同じですが、生地は 91% コットン 9% ポリウレタンで、ポリウレタンが入っています。このポリウレタンが入っていることでストレッチ性があります。やはりスーピマコットンは綺麗な生地で高級感がありますよね。ノースリーブバージョンはメンズでも出して欲しかったところです。ノースリーブ、タンクトップはこれからの真夏に大活躍しますし、スーピマコットンであれば上品なアイテムに仕上がりそうです。さすがにオンライン特別サイズはもう完売しているので、男性が着るには厳しいですが、すぐに活躍するアイテム、まさかの500円でワンコインで手に入ります。安いですよね。次にこちら、 JW アンダーソンコラボ2タック地のショートパンツです。定価2990円が1290円の1700円の値下げです。カラーがダークグレー、ブラウン、ブルーの3色展開です。オンラインストアではほぼ売り切れています。カジュアル感のあるコットンスラブのツイル素材を使用。腰回りに程よいゆとりを出したトレンドのリラックスシルエット。後ろポケットにコラボレーションの証である JW アンダーソンのロゴ刺繍をプラス。素材も程よくラフで表情のあるショートパンツです。6月29日の火曜日に税込み1990円になり、今回で2回目の値下げ。ダークグレーはほぼ定価で売り切れたアイテムですが、さすがに6月の値下げで他のカラーも在庫がなくなってきました。ツイルオーバーサイズワークシャツと同じ素材で同じカラーのショートパンツ、そのためセットアップで着れます。私は定価でダークグレーの L サイズをセットアップで持っていますが、セットアップで着ても渋くてかっこいいです。ショートパンツなのに2タックで上品さがあります。単体でも活躍し、カジュアルなセットアップもでき、汎用性の高いショートパンツです。21年春夏の JW アンダーソンは発売も遅かったせいもあり、生産数を結構絞っている感じですね。秋冬は休止するとの情報が出ていますが、本当であれば悲しいです。 JW アンダーソンコラボの復活を待っています。次にこちら、コンフォートサンダルです。定価1990円が990円の1000円の値下げです。カラーがオフホワイト、ブラック、オリーブの3色展開です。オンラインストアでは比較的在庫があります。足なじみの良いソフトな EVA 素材、グリップ力に優れたオリジナルのゴムソールで履き心地の良いサンダルです。コンセプトは良いアイテムですが、デザインが個人的にベンチョサンダルにしか見えないです。さすがにおしゃれ着に合わせるのは外しすぎて、これを履くだけでコーデが安っぽくなりそう。そのため結構難しいアイテムだと思います。ただちょっとそこまでの散歩やワンマイルウェアとの相性はいいかもしれません。また車の中やベランダにあると何気に便利かもしれません。ユニクロのシューズ、サンダルはシンプルなデザインで、これといった特徴がないデザインですが、ソールは良く履き心地はいいです。ゴムの質感は見た目は少し安っぽいですが、このお値段であればしょうがないですよね。
ただこちらのサンダルであれば逆にチープ感が出ていいかもしれません。気になる方は店舗で実物をチェックしましょう。意外によくできているサンダルです。税込み990円であれば試したくなりますよね。次にこちらドライ EX クルーネックティー半袖です。定価1500円が990円の510円の値下げです。カラーがグレー、レッド、イエロー、ブルーの4色展開です。オンラインストアでは比較的在庫があります。アスリートも認める超速乾素材ドライ EX を使用。襟幅を太くしてスポーツだけでなくいろいろなシーンに使えるルックスにアップデート。特殊な編み機を使用することで縫い目を減らし、人体工学に基づいて熱がこもりやすく汗をかきやすい部分は編み地変化によるメッシュホールを開けて通気性を確保。前身頃を天軸素材に変更し、よりカジュアルにも着やすいデザインに。速乾速度がコットンの約半分で汗が肌に張り付きにくい。汗をかいた後に気になる匂いを抑える抗菌防臭機能付きの T シャツです。先週は去年モデルが税込み500円になり、今週は新モデルが税込み990円です。今年の新モデルの方が評価が高く、うまくアップデートをしています。ただとにかく安い T シャツが欲しい方は去年モデルの税込み500円を買いましょう。こんなに高機能なのに安すぎます。エアリズム以上に乾きやすく、ユニクロの素材の中で一番速乾性があります。これからの真夏にもってこいの T シャツです。ドライ EX 素材はポリエステル素材のため、ポリエステル特有の素材感がありますが、その分熱がこもりにくく汗をかいてもすぐに乾きます。また熱を持ちやすい脇下には通気性と速乾性をアップするメッシュ素材、このおかげで真夏に最強な仕上がりになっています。デザイン素材的にスポーティー感が出てしまいますが、とにかく涼しく快適に過ごすことを考えるとしょうがないですよね。ただ新モデルは日常にも使えるデザインに進化し、前身頃に天軸素材を使用しているのでカジュアル感がプラスされ着こなしやすいです。汗っかきの方や真夏に一番快適に過ごせる T シャツが欲しい方におすすめです。これからの真夏に最強の T シャツです。最後にこちらユニクロ U オーバーサイズシャツです。定価2990円が1290円の1700円の値下げです。カラーがオフホワイト、ダークグレー、ライトグリーン、パープルの4色展開です。オンラインストアでは一部のカラーは在庫があります。襟はスタンドカラーに変更しパッチポケットを追加。軽やかなコットン 100% ポプリン素材を使用。クラシックなメンズシャツをオーバーサイズにしてチュニックとしても着られるシャツに、トレンド感のある1枚です。ユニクロ U レディースで定番で出ているメンズシャツベースのシャツ、そのためサイズ感はメンズでも問題なく着れます。ただボタンが左前なのでその点はレディース仕様です。個人的にメンズがレディースのアイテムを着るのは反対していますが、この手のベースがメンズのアイテム、サイズ感であれば問題ないです。ボタンが左前でもそこまで気にならないですよね。反対しているのはレディース特有のフォルム、サイジング、デザインのアイテムです。華奢なメンズであればうまく着こなせると思いますが、やはりハードルが高いですし、おしゃれ初心者が着るとやけどします。でもその失敗がおしゃれへの近道なので挑戦する気持ちは大事です。ユニクロは商品数も多く安いので挑戦しやすいですね。以上が7月20日火曜日の値下げアイテムをピックアップして紹介しました。今回の火曜日も値下げアイテムが少なく、どうしちゃったのユニクロ状態です。今シーズンは値下げが早かったので調整しているのか、これからどうなるのか気になるところです。ただまだまだプラス J の在庫があるので、これ以上の底値を掘る可能性があります。21年春夏は歴史的な値下げシーズン、秋冬が本格的に始まる8月9月までに売り切らないと店舗が商品でぎゅうぎゅう詰めになってしまいますが、まだ店舗に行くと例年以上に21年春夏の在庫があります。これは来月の値下げもかなり期待できると思います。コラボアイテムのセール品のおかげで格安でファッションが楽しめてありがたいです。ユニクロコラボの特化品が最強すぎます。また値下げになりましたら速報動画を作りますのでよろしくお願いします。皆さんお得にコスパの良い買い物をしましょう。それではここまで見ていただきましてありがとうございます。この動画の情報画像はユニクロ公式サイトより出展しています。今後もいろいろな動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録とインスタの登録、この動画が良ければグッドボタンをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。